はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のパート155を始めたいと思います。今回はですね、こういうリクエストありました。オルゴデミーラと、ミルドラース、オルミルメンバーですね。2枠のミルドラース、これドラゴンクエスト5のラスボスとドラゴンクエスト7のラスボス、これを使ってくださいということなので、オルゴデミーラね、2枠で育てたらね、賢さが1935まで上がったのでね。なので前回このね、ジュリアンテで使ったメジューをネルゲル、これがね、ちょっと呪文に優秀なスキルがついているので、ネルゲルつけましたね。オルゴデミーラでも良かったんですけど、ネルゲルの方がね、さらに上級呪文がついているので、あとミルドラースですけど、巨大モンスター潰しとね、僧侶の裏技とかいろいろついてます。破壊神指導で、ミルドラースなのでミルドラースのスキルつけてますね。で、女神の指輪装備してるので MP 自動回復が勝手につくので、でね、ステータスがそんな高くないんですけど、その代わりに AI3-4 回行動とギガキラーついてます。あと亡者の執念と暴走頭脳なので、暴走頭脳で賢さをだんだん上げていってね、あとお裾分けターンに物理予測とかね、呪文予測とか巨大モンスター潰しのスキルが使えればいいかなと思います。で、オルゴデミーラもお裾分けついてるのでね、で、時々晴天の霧がついてるのでダメージ限界突破するんでね、で、1935の呪文のダメージそのまま敵に行くと思うので、爆発ブレイクついてるんで、イオグランデとかやったらとんでもないダメージいくので、それでいければいいかなと思うんですけどね。一回やってみましょう。はい、ヒフドラードとキングスペイリオ、どうしようかな。ここはおとなしく、いや、こっちだな。こっちが呪文予測のテンション、これでいきたいと思います。あー、また嫌なタイプついてそうだな、これ。自分のヒフドラードの場合は呪文使ってくるんですけど、この後ろに控えるね、こっちがね、やっぱ大義とか、そっち系ですよね。食らいますよね。食らってもいいんですよ、これはね。アビサンダー、こっちか。呪文関係なかった。ドルマドンとかそっち系かなと思ったんですけど、いいか。一回ずつか。だったらなんかいけそうな気はする。メラマート。くじけの心とかね、あと根荷物タイプがついてたらまた面倒なんですけど、そうだ、ギザウラ自分にかけますよね。自分じゃないか。そっちか、そっちでもいいですね。ではまず回復、どうしようかな。これはアビスハンドって大義で通るのかな、これもしかしたら。大義の物理全部跳ね返してやる勢いでいこうかな。ね、あいにくお裾分けターンなのでね、2人ともお裾分けついてるので、大義予測これで、大義系は跳ね返せる。万が一呪文予測、どっちですか。物理の方が良かったんかな。うわ、物理きた。物理にすればよかった。いや、お裾分けってマジかー。全部外れてるし、リザオラやられた。本当にダメなんですよね、自分外れるんですよ、これ。じゃあ次の2ターン目先は天意と、いいか、それでいこう。デホマズンのここがテンション、これでいきます。輸血カード、おお、いいね、いいねって。なんかかかってましたっけ、あっち。何もかかってないですよね。とりあえずはね、連携マダンテくる、ここで。はい、いいですよ、リザウラル。モジャの執念もついてますんでね。メラガイア落ちません。呪文も使ってきますね。で、呪文が使ってくるけど、ね、終了。ここで物理予測、とりあえずね、ダウリクでもいいんですけど、
オーストワケもね、予測は外れると大変な目に遭いますよね。攻撃オーストワケ。呪文来る、そこで。どうした、うわ。うわ。まずい。まずいぞ。まずいぞ、まずいぞ。ザオリック。ほんぶねえ。ダメだ。まあいいや、もうじゃないですよね、だから。まあ、なんとでもしてくれって感じですからね、ここまで来たらね。お、そこからヨグランで。お、なかなかやるじゃない。晴天の霧からイオンのね、こっちでね。お、最後の最後にやってくれましたね。最後の最後にやってくれた。残り5ターン。ごめんなさい、ジュリアンテさん、あんたに任せます。ヒヒドラードはね、怖いですよね。まあ、とりあえず何も発動しないでね、おとなしくジョーカーが倒れてくれたんで、どっちだったっけ？ジョーカーですね。スペリオでしたっけあれ。まあ、倒したんですけど、押し分3番、いいね。いったんじゃないかこれ。よし、よしよしよし。何も発動しないね。オッケー。はい、来た。これ、素早さ負けたらもう終わりです。テンション。オッケー。素早さ勝負ですね、ここはね。こっちが早い時点で勝ちです。勝った。これはいった。これやられてたら逆に根に持つタイプ発動してミルドラースに何とかしてもらうしかないんですけどね。あっちは体力低いんでね。そうなったらもうこっちの勝ちですね。はい、行きました。よし、勝ち。おー、危ねえ。はい、4枠シャムだ。青シャムだ、ライド。シャムだと来たらテンションテンションで行きましょう。これは確かイオとか効くのかな。時々晴天の霧のイオグランデ、さっき強かったですよね。まあ、ああいう感じで行ってくれればいいんだけどな。ウィガブレイク。火移りに弱いぞ、確か。大丈夫か。火炎。これは休み効果あるので、ちょっと怖いです。どうだろう。おお、大丈夫でした。ミス。ここが食らわなければ、とりあえずはなんとかなるんでね。テンションからの、ヨグランデ。とりあえず、オルゴデミーラでは最強クラスなんですけどね。648か。テンション。テンション。からの胃を回った。からの、テンション。からの、来るか？イオマータ。いいね。イオ尽くし。よし、行きました。これ予測しようかなと思いましたけど、そんなことする必要なかったですね。はい、次何が来る？竜王か。竜王だったら、絶対にブレスが来ると思うんですよね、自分の場合。行き予測。押すわけなんでね。行き予測、リザオラル。全体化。まあ大丈夫でしょうけど、やってみましょう。輸血カード。輸血カード使われたけど関係ないですからね。この後なんで。おすそ分け。暴走頭脳。そしてさらに賢さ上がりの、まあ、同じような感じで倒してくれればいいんですけどね。なるべくジュリアンテ、控えのジュリアンテまで行かないようにはしたいと思うんですけどね。息遅く。煉獄の火炎かな？あれ使ってくるかな？火炎竜、これは違うぞ。確か。ねえ、違うよね。息じゃないよね、これね。リザオラル。
ライド一回下ろすか。でもベホマズン使ったら下ろさなくていいか。ドラゴンバーン、お、いいね。一回行動か。まあこれ繰り返してれば勝てるか。ワンのね、でっかいラスボスとね、 VS5 と7のラスボス2枠ですからね。オルちゃんミルちゃんですからね。さて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 、どうしよう。ミテスカード、もうこっちも発動しましたね。はい、溜まってたテンション解除の、解除してもすぐねドラゴンバーンとかしますからね。竜王はドラゴン系ですからね、ラスボスなんですけどね。はい、ドルマドン、火を効かないのかな、ドルマドンってことは。これ時々晴天のキル発をしてたらダメージ持っていきますか。あーんで、ここでか。もう休み効果なければいいんだけど、ダメージ相当くらいような4枠だと。あ、ダメ、そうでもないか。休み効果無効かな、もしかしたら。こっち無効ですね。激減か無効だかどっちかだったと思いますね。闇の刃も、はい、ステンステータス下げ、上がってた賢さプラス残りの3つも下げの煉獄火炎。なんだ、これ息遅くすればよかった。うん、倒せなかったら広い目にありますね。こっからのベホマズンとかありますからね。何気に2枠同士は使えますからね、攻撃。なんで攻撃するんだろう。まあいいや。ハード強ボディ。で、相手の強さ。息予測と、まあ、いっか。イケツカード来る可能性あるからね。来ないかな？イケツカード来たら、来たでいいんですけど。まあ、リザーラル使った後でね、残り3回あるので。息予測。煉獄火炎。また、うまいとこと来るかなって感じなんですけどね。もうやだ。物理予測にすればよかった。でも一回行動だね、相手ね。押すわけ、いいね。こっから、じゃあ、もう頑張ってもらいましょうか。命令で、確か、あるか。バイメリットでしょ？で、命令でテンションでしょ？プライドがオルゴデミーだ。晴天のキル発動すればいいんですけどね。999以上いくんですけどね。流星。あの、乗ってるからダメージいくらかかさ増しするんですけど、194ですよ。こんなもんですよ。なるほど。物理と息しか使ってこないですね。なので、物理と息予測やってみましょうか。そっちの方が面白いですよね。はい、これで絶対倒れないので、倒れなくて休みにならなければベホマズン使うので、まあ、そういう遊びもできると。でジュリアンテはなるべく出したくないです。バイメリット、これで晴天の霧発動する可能性が増えるので、イテスカードを使われない限りは有効なんですよね。逆風、あ、こういう手もあるか。逆風はブレスを跳ね返すから、あっちはブレス使ってこないけど、それを気づかなくて使ってくる可能性もあるので、どうなんだろう。もういいように吸い取られましたね。でベホマズンかな。ベホマズン使わなかったら逆にまずいよな、これ。でリザオラルかかってますからね。じゃあ一回そうやってみようか。一回ね、試しに。物理予測、テンション乗ってるけどね、まあいいか。乗ってるダメージがいくので、まあ、逆風かかってるので、イケツカードが出ない限りは、攻撃と、ブレスは効かないと思うんですけど。
ペナルドテンションで来るのか、テンションから何か来るのかな。ガキーン、もう攻撃しかできないんですよね、もしかしたら。はい、そしてオルゴデミーラにやられますよね。ドルマドーン、聖剣のキル発動しないな。まだ体力はしくじけの心、勇者かってのだから。ハードキョーボディでしょ。となるともう先が見えたな。先見えた、先見えた。先が見えたら、ここで疾風好きみたいなのあればいいんですけどね。なんか任せようか、これでね。ライドをオリブにして、まあ、やられたとて、王者の執念があるので、こっちは絶対死なないので、このターンはね。どっちか倒れたとて、あっちもくじけの心が何回も発動するとは考えにくいので。倒れる可能性はありますよね、これでね。はい、倒れました。倒れたけどリザオラル。そして、ミルドラースも倒れてもリザオラル。これでミルドラース倒れたか。はい、倒れたけど、リザオラル。はい。で、王者の執念があるので、はい、この溜まった状態から、やられてしまいます。はい、これでいきましょう。オルゴデミーラまたこれ落ちますね。もし王者の執念かなんか発動して、ジュリアンテ抜きで勝てるかも。はい、王者の執念。これでミルドラースはね、おそらく発動しないかな。でも470、これで食らわなかったらね、2人のダメージいくけどね。115はいかない。いかない。さあ、くじけの心がどこまで持つか。ドルマドン。相手1しかないんですけどね。あ、行きました。普通に行きました。3回ぐらい発動されましたかね、前ね。これで痛み分けだけど、相手がもういなくなったんで、フィニッシュ。はい、またもやめんどくさい相手が来ました。ラグジャガルマ4枠。これは HP が少ないので、テンションで貫通させるしかちょっと自分の中ではね、手段が浮かばないかなって。相手の方が早いかもしれないですよね。なのでね、ライドさせていいのか悪いものか。グランドネビラ。こんなの来るか。まあ、相当なダメージいきますよね。これは分かりきったんで、2回行動かな、もしかしたら。お、1回だ。1回に変えてグランドネビラか。だったらこのターンでうまくいけば落とせるかもしれない。これは、どうだろう。やっぱついてるか。回心完全ガード。いらないのにこんなの。煉獄火炎。ついてなかったら倒せたのにな。はい、54。さあ、これでミルドラースがどうしてくれるか。暴走しなければいいんですけどね。暴走、そんな。簡単にいかないもんな、これな。おー、硬い。やっぱ硬い。読まった。まあ、バカ。暴走するなっつってんのに。これはちょっとジュリアンテさんに頼んだ方がいいかな。メラマータ。でもなるべくこっちへ行きたいですからね。引けなさそうだな、このダメージは。ちょっときついな。きついけど、どのぐらい体力が減るか。おそらく控えもいるんだろうな。時間かけるより、ね、あのダメージもあんだけ減ってますからね。ちょっとジュリアンテさんに頼みますよ。4枠には4枠で、ちょっと行きたいです。きついな。これはね、ライドして、暴走されたら困るから、テンションからの、星振りのサンバでいいんだけど、星振りのサンバやってしまえば2回打てるはずだから、絶対こっちの方が早いでしょうから。いいね。超ハード強ボディ、全部消えましたね。いいね、ジュリアンテ。暴走列車。しかもこっちが上がると、素早さが上がりの星振りのサンバ。で、テンション、使わなくてもダメージは結構通ると思うので、まあ、怖い女性ですと。はい。あと残り3回残ってます。煉獄火炎。まあ、休み効果は無効でしょうけど、ダメージは通りますね。あ、行きました。やっぱダグジャガルムはね、強いんですけど、確かに強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ。これのヒットポイントが3000くらいあったら最強キャラなんで、HP が少ない。今ちょっと、
ょっともう本当に今笑いそうになりますけど、大魔王ってなんだ大魔王って、ね、暴走期間テンションテンションからのステルスアタック来たら終わりなんで、3100か。でこっちも素早いからね、行動速いがついてなきゃない限りこっちが速いので、あっちに攻撃されたらまずい。ほら切った、行動速いついてる、聖剣好き一撃。あやった、いった、一撃しかついてない。 AI ね、2回行動じゃないと聖剣好きは意味ないんですよ。今貯めた状態でも次のターンに聖剣好きやられると今貯めた分の2回行動以上のダメージが来るので、回心完全ガードついてないようにお願いします。ほら来た、あっちのミスですね。あれ2回行動だったらこっち落ちてましたね。確実に2000ぐらい食らうので、こうしたらねこっちの根に持つタイプが発動してあっちが動けなくなって、まあ、2枠魔王の餌食になったって、どっちみちこっちの勝ちですね。はい、フィニッシュ。はい、今回は2枠魔王2体と、まあ、前回使った4枠ジュリアンテなんですけど、ジュリアンテの方がやっぱ使いますね。まあ、前回から変えてないんですけど、やはりこれはねジュリアンテはまあ、素早さメインなのでね、素早さをどう生かすか、もうこれが勝負の鍵です。4枠でね強いのは星振りのサンバとかね、1枠だったら200ダメージ以上いかないんですけど、それ以上いくダメージが4回当たるっていうね、まあ、素晴らしいおまけがついてくると。で2枠だとダメージが999最高なんですけど、ここで発動してほしいのが時々晴天の霧が発動すると、やはりね1回戦闘でお見せした通りダメージが1000超えるのでね、2000ダメージとかね、あと爆発ブレイクが、これ爆発系っていうのがイオとかね、イオグランデとかなので、ここですね、命中をネルゲル、このスキルに下から3番目にイオグランデついてますんで、このね超最強クラスですね、マヒャデドス、ドロマドン、イオグランデ、この3つがついてて、何気に下の煉獄会員ってブレスもついてるので、ちょっと流星使いすぎなんですけど、流星は封印した方がいいかもしれないですね。でパルプンっては何が起こるかわからないので、まあ最終的にこれ使ったらどうなのかとかもありますけど、遊び要素ね。でここで予測全部、もう一番下に道連れのワルツなんかついてるのでね、2枠モンスターだったら引きずり込めますね。4枠同士だったらね、4枠だったら引きずり込めるんですけど、で賢さと MP プラス48なのでね、まあ呪文がさらに強くなりますね。で全部の予測ついてるので、まあ、予測が当たれば全部跳ね返せると。ねベホマラーですけど回復もついてますね。ベホマズンだったらこれすごいですよね。でラーミアで精霊の歌とかザオリクとかついてるので、まあ、もう案外1やられてしまった時に1回やらせられると。で4枠のジュリアンテが落ちた時にメガザルを使えば、まあ、ここのねオルゴデミーラ自体は使えなくなってしまいますけど、ジュリアンテが生き返るので、またねすごい速い星降りのサンバジュリアンテが使えると、まあ、そういう感じでやってましたね。でミルドラース自体がこのミルドラースのスキルに一番下の方にねメラマータとイオマータがついてるので、まあ、これはマータ系2つついてるんでね、ちょっといいかなと。で、まあ、1個前がね、イオナズンっていうのがついてるんですけど、これイオグランデとかの方がいいんですけどね。まあ、ミルドラースだったらね、ミルドラース。で、3、4枠で、巨大モンスター潰しね。これが、対義予測以外の予測がついてて、しかも、ギガタメトラ、ギガマホトラの、ギガキラ、巨大モンスターにダメージ与えられる。それがついてるんですけど、もともと弱いんでね、そこまでダメージいかないんでね、やっぱり、任せるとしたら時々晴天の霧が発動するオルゴデミーラのイオグランデかなと思いますね。で相手の攻撃回数が多かったらスキップ使えば1回でとどまるので、まあいろいろあるんですけどね、やり方はね。で僧侶の裏技、これが状態異常、光の旋風とかで、まあ、悪い効果を消し去ってくれたりするのでね。あとリザオラル、猛者の瞬間が2人ついているので、お裾分けからのリザオラルでね、全体化リザオラルかかるので、まあこれでねすごいしつこいメンバー作れますね。で破壊神指導、これでベホマズついてるので、ね、かなり重宝します。あと HP バブルついてるのでね、普通のモンスターより HP が高くなりますねと。使ってみたんですが、元々のねこの見てわかる通りステータスがめちゃくちゃ低いのであんまり役に立ちませんね。どっちかといえばアシスト系に変わってしまいました。そうですね、変わりましたね完全にこれね。だからオルゴデミーラのこの賢さ1935の時々晴天の霧のテンションイオグランデが一応最強かなと。で魔王のネックレスつけてるのでね、これあわよくば2000いきますんで、まあ、こんな感じでした今回はね。なのでね、またリクエスト等は受け付けておりますので、まあ、今回ね珍しく2枠使ったんですけど、まあ、使い慣れてないっていうのもありますし、あんまりねどうだろう、1枠4体と4枠がやっぱり強いんじゃないかな。あとは3枠とね1枠もいいんですけど、2枠1枠1枠とかでもいいかもしれないですね。2枠にしてもうそこにありとあらゆる
まあ、つけられるだけの特性をつけて、まあ、1枠補助の1枠ダメージみたいなね、晴天の霧とかいろいろつけてやるのも面白いかもしれないです。だけど2枠慣れしてしまうともうちょっと物足りないかなっていうのはありますね。だけど1枠4体だったらまたいろいろ使えるので、またね考えようですね。なのでね、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。